いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今日はまあ、ちょっとハンドル交換ですね、このバイクの。バイクなんですか、それ。バイクのハンドル交換をしている途中に、あの、なんか、ね、なんていうか、ハンドルが、あの、こう、一つのところで、こう、クフンって止まる症状の人多くないですか。言ってみようかな。ちょっと分からんかったです。ハンドル切るじゃん。で、ハンドルこう戻すと、その大体決まったところで、クフンって止まる。切れるな、切れるな。切れるけど、コクン、コクンみたいな。まあ、なんか溝にはまるような感じで、イメージは。スムーズじゃないってこと。そうだ、普通だったらこう、うーんってきた、うん、それが、うん、コクン、うーんみたいな。大げさに言うとね。でもまあ、スピードでガンガンって切れたら分からんけど、こう、まっすぐ走った時に、なんか真ん中で止まるなみたいなっていうのが結構あるバイクってね。それなんでかって言ったら、このネックのベアリングね、ネックのベアリングに、あの、段付きがあったりするんよ。これ変えた時分かりにくいんだけど、これよ、ここにも、あれ、捨てたかな。あ、見えるかな、ここほら、縦線が入ってるとかで、こうやって、これはベアリングがこう、はまっとるんよ。はまって、うん、まあ消耗品だけね、それでこう、あ、肩がついてこうへこんでくるの、こうやってちょっとずつ。で、そこにベアリングがココンって止まると、ココンって止まる。引っかかってるってこと。そう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 、スムーズに回らない。で、これだけちょっと変えました。え、そんな何年に何回変えるぐらいのレベルのやつですか。で、ここら辺だったら90年代のバイクだけ多分変えたことないんじゃないかな。ああ、そういうことね、まあ、ぐらいだと思う。2、30年に1回ぐらい。20、30年に1回、うん、まあグリスを刺してあげたらまた違うんだけど、乾いた状態で乗っとるとか、グリスが切れて、うん、そういうのよくなるね。コクンコクン現象ね。で、まあ一応変えたんで治ったってことっす。治ったってことまあまあまあ、そんな感じね。戻していこうか。コクーン現象、これはコクーン現象、コクーン現象だね、完全にコクーン現象じゃない、コクーン、コクーン、うん、変えてあげたら進化してスピアになるみたいな、そんなイメージだね。で、最初はビートルの幼虫、うん、あの角生えたやつね。ビートルって角生えてないよ。角生えてるでしょ。あ、ビートル、うん、あ、キャタピーと間違えたわ、うん、キャタピーは違う、それはあれ、トランセル懐かしい。コクーン現象ね。結構多いと思うよ。スプリンガーのやつとかはやっぱどうしてもこう重たいじゃん。で、余計なりやすい、うん、スプリンガー系はしょっちゅうなってるよね、スプリンガーは。マジ、うん、こういう重たいやつはね、コクン、真ん中でコクンって止まって、まあ別になんか問題があるわけじゃないんだけど、ちょっと気になるじゃん。気になるからちょっと変えとこうかなみたいな、そんなイメージで。重いですか。重い。重い。まとめてやった方が早いですよね、でも。早いけど大変やね。で、まあそのネックのベアリングってやつね、変えてあげるといいんではないかなと思います。
まあ、少々カクンってなるのはまあ別に問題ではないけど、問題ではないけど、なんかまあ、まあ気になるよね、乗っ取ったら。多分気になるんですか。いや気になる気になる、ひどいやつとか結構気になる。あれみたいな。いや多分これ俺が言うことによって気になる人が続出する。あれ、あ、実は俺もそうなんじゃね、国運現象じゃねって、うん、結構あるけど、ね、やっぱ動画出したら同じ現象ですって言ったら。で逆になんか、逆になんか俺より詳しい人も出てくれてる。確か、うん、普通にこれなんかパーツ出てますよとか。マジ？バイク屋さんいっぱい見とんじゃね。やっぱそのなるとこは多分大体一緒ない。壊れる箇所っていうの。やっぱみんなやっぱ経験しとる人の方がやっぱ圧倒的に強いよ。経験がすべて。間違いない。結構いい感じになってきた。元に戻しただけじゃないですか。汗がやばいわ。最近ね、ちょっと俺の悩み聞いてや。なんすか。最近さ、その夜が遅いじゃん。前からね。いやもっと遅い気がするよ。そう？前もだいぶ遅かったけど。そうでもないか。いや遅かったよ絶対。遅かったかね。最近さ、コーラは毎日飲むのやめたの。うん、だいぶ前にね言ったよ。たまにはなんだけど、そんな前みたいにガバガバね、1日3、4本から飲んでしたよ。でも今結構飲みおらんすか、また。炭酸水がないけんじゃない。炭酸水がない。飲んでないんだけど、飲んだんだけど、飲んでるって言うんだけど、最近すげえお腹出てきたなと思ってね。見せてみて。それも恥ずかしい。いや。これほんまに割れ線なんかな。戻してみて。家帰ったらさ、うん、ご飯食べちゃうよね、たくさん。まあだってここさ、俺門限が決まったんよ。ある、門限とか。門限がある、門限がある。一時期さ、マジその3時4時とか帰ってたけどさ、さすがに門限ができた。12時までには帰ることになる。12時も大概遅いけどね。だけ12時までに帰るんだけど、帰ったらご飯があるけどさ、食べるよね。いいことじゃないですか、帰ったらご飯があるって。手合わせて感謝しとるっすか、いつも。ダメなんかい。いや、ベアリングはね、なかったっけ、レースだけ変えたんだ。ああ、そういうこと。新品取ろう、ダメじゃん。これ、やっぱベアリングの中もゴリゴリするわ、あのベアリング側が。うん、わかるかな、ここで。ああ、カクってなった。止まるでしょ、ここ止まるんよ、向こうで、ここで、ここで。ああ。止まるんよ、こうやって。当然ダメなんよ。ここで、ここで。ここだもんね。結構止まる位置あるね。うん、はい、ここもガッツリ止まる。まあそうよね、言ってもこいつ90年代やもんね。うん、それこれ新品取ろう、ダメじゃん。30年前のバイクか。せっかく外したけど、外したけど、ね、新品取ります。もうダメです。回っちゃダメだな。いろいろいるからです。これはダメです。ちょっと新品取ります。
新品取ろう。これはダメだ。新品。新品取ろう。え？どうしたっけ？急にどうした？そんなノリで開き出すの？フレームに穴を。やだ。ああ、切っただけか。ん？穴を開けるんじゃないんか。あ、折れた。うわー、やったわこれ。取れるかな。あの相当硬そうだったけどね。行くとこまで行っとったで、今の。酷使してきたね。これ、あ、折れたわこれ、やば。取れるの。取るしかないよ。これ古い剣とか関係ないよ、ね、違う、これは道具の劣化よね。うん、劣化っていうか、さっきまっすぐちゃん入ってなかった。あー、これやばいわ。どうしよう。あー、取れるかな。溶接で埋め込もう。あ、ダメダメダメ。これはダメダメだ。引っ張ってね、めっちゃ硬い剣ね。うん、あの硬い剣ね、多分くっつかん。あー、そういうこと。取ったけどね。あー、やっちまった。勢いで開けようとするけん。え、これタップ切り寄っただけなんですか。そうそう、ドリルのタップが一緒になってたんですよ。あ、そうなんですか。そうそう、だけどそんな使うけんじゃない。まま、めっちゃ使えたけどね。ドリルそのままウィーンってネジが切れてたのは。へえ。だけめっちゃいいじゃんと思って使えた。そういうことするけんよね。まあ、そのだってもう結構な勢いで奥まで突っ込んでさ。絶対取れんでしょ、人の力じゃ。いやいや、これやったな、俺絶対やったわ。あ、綺麗にはまっとるもんだって。これはいけるね。やったね、これやったよ。シンプルにやったわ。あー、やっちゃったよ。焦りで汗がほら、やばい。変な汗。暑いだけやねん。え、てか一緒のやつとかあるんや。ん？ドリルとタップが、うん、でも良くはないんじゃないですか、本来。一緒なんすか。タップって手で切った方がいいとか言うじゃないですか、切れるものは。まあそりゃそうだろ、横着しちゃいけんまい。今までこういうミスがなかったけん続けてきたってことっすよ。うん、まあ、薄い鉄板ならいいんだけどね。これ薄くないよね。うん、薄ないんよね。横着しすぎました。多分その切り込んでる途中じゃないけど取れるとは思うんだけど。これ取るのに何時間かかる。もうからんやってしまった。ネジならすぐ取れるんだけどね。まあね。うわ、何今のパキンっつった。非常事態宣言が続いてます。くっつくかな、溶接で。ビットってくっつくんかいね、溶接で。どうだっけ。パチーンってなるやつ。ん？
いけさ、ドリルでこれをもあの穴が開けれるのに硬すぎる。ああ、こっちの方が硬いってこと。そう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 、取れんのよ、下手に折り込んだら。ああ、いや誰がいいやんすか。いや、それわざと折ったからちょっとね、折れてしまったらしょうがないんですけど。ドリルでも負けるってこと？ドリル、歯が負ける。歯が負けてくる。最強の歯を使っても負けるんですか？まあ、最強の歯がどこまであるかじゃないけど。ダイヤモンドじゃないですか、やっぱ。基本はダメじゃねえ。基本は、まあ、ね、負けるね。大概は。大概負けてから。ああ、やっちゃったよ。やだねったら、やだね。こういう動画になるとは聞いてませんでした。いや、俺もあのとりあえず中古つけたっけさ、ネックのやつ、うん、あの大変じゃん、もうバラす時についでにやろうと思ったんや。あで、中古つけたらダメでした。新品に買います、すいません。直してたけねって言いたかったんだけど、なんかゴリゴリしてますねって言われてやるけ。なんかもう全部スプリングがついて綺麗に動くようになって、うん、はい完成ですの動画と思ったっす。いや、俺もその予定でした。ゴリゴリも治らんしさ、なんか穴いきなり開け出してさ、折るしさ、なんなのこれ、全然話と違うんすけど。そういう失敗もあるでしょって話やん。そういう失敗が人を成長させるんや。このバイクの名前決まったね。タップ穴残り号やね。ダサいし、ダサいし、残さんし。いや、ビッグって溶接聞くんだったっけな、どうだったっけな、したことないから。まあ、せんよね、人ってするもんじゃないでしょ、溶接を残りビッグに。うん、そう、汗か、汗かいてね、めっちゃ臭い。それ雨、ああ、仕事、うん、おでこ、俺すごい汗かくじゃん、うん、おでこ汗かく、おでこしゅんどるガチで、うううう、無理か、こわ、あれ溶けたなった、え、溶けとった、溶けたんか思った。人生ってうまくいかなくてもいいね。もう取るしかなくなったってことっすよね。取るしかないってことっすですよね。ですよね。クラッカーも叩いて。そりゃ負けますよね。叩いてクラッカー。砕けるの？何もないか。緊急事態宣言。緊急事態宣言です。ほんまにこれは。ドライバーが負けてんよね、硬いな。
しょうがないよ。しょうがないよね。しょうがない。砕けてもいいドライバー。一発で砕けるんやろ、それも。大体こういうのって叩いて壊すんですか？叩いて壊す。しかも、こういうの溶接してもダメでした。叩いていいとダメじゃないんよ。これって使えるか分からんけどさ、うん、俺もそういう車のとこで働いてたじゃないですか、うん、やっぱタップ折れることもあったんすよ。これ絶対使えんか。なんでいいよ、使えるんかね、うん、タップ使って大体折れたりしたらさ、うん、手直しの人が嫌そうな顔して直しに来る。そりゃそうや。めんどくさいもん。大体それも割ってってことか。じゃあ多分ね、まああるかもしれんよ、なんかその取り方が。でけかそのなんちゅうん、あの逆に言ったら硬いけ割れやすい。ああ、ね、はあはあ、そういうことっすね。高カレの鉄とかっていうのはやおいけ割れにくいけどしなりがあるみたいな。なるほどね。でこいつらはしならんけど硬いみたいな。あ、しならんけ硬いみたいな。まあそういうこと。アイスクリームとコーンみたいな感じで、アイスクリームはやおいからひなひなだけど、コーンは硬いからサクサク割れるでしょ。そんな感じ。あれの方が分かりやすいわ。泥の硬い土と硬い石、落とした時の反動みたいな。ペチャってなるじゃないですか、泥だったら、うんうん、硬くても。硬い石だったら、カコンって割れるってことです。こんな？おー、でもちょっとずつ勢いですね。無理でしょ、もう。これがね、叩き用のハンマーじゃないってね、ドライバーが。割れたよ、音的に割れたよ。おー、ほんまや。誰だと思ってんの？何回タップを割ってきたと思った？そんな割ってきた？全然成長してない。割れるもんなの。割っちゃいかんもんじゃない。でも割っちゃいけんけど割れるもんなの。俺も割りたくて割ってるんじゃないの。取れそうだけど回らんね。はい、出ました。皆さん。めっちゃ時間無駄にしたっすね。それはだってもう、やっちゃったんだから。うわ、手でやりだした。最近買ったこれ。何が違うんすか？これラセット機能がついてる。めっちゃ便利。ラセッティング機能ついてるけど、まあ、強い力はかけれんけど、こうやってネジだって途中まで切るよって。ラセッティング機能が便利っすか？
うん、でもそのいきなり切るときにこれは使わんです。なんやそれ。夏に暑さにやられてる。俺完全に到着王じゃないですか。あ、違う、さっきのやつって何が便利かって言ったら、ドリル、まあ、例えばこれ今ミリで開けとんだけど8の 1.25 なんだけど、うん、8の 1.25 の下穴って確か 6.8 ぐらいだったはずや。 6.9 だったか 6.7 だったかぐらいのドリルなんよ、うん、でもそれってないんよ、うん、なくはないんだけど、売っとんだけど持ってないんよ俺が。そうっす。さっきのだったらそのままその下穴が開けたままサイズでいける。ああ、そういうことっすね。いけ、例えばその8の 1.25 で7のドリルだったら、ね、タップ切れんのよ、うん、あのちょっとつるけたなんで、逆に 7.5 だったら、あれ違う、あれ、あ、そうです、逆じゃ、逆の話だと 1.25 じゃ、じゃ 6.5 だったら切れんのタップ、うん、でも7だったらちょっと深いん穴が、うん、あるけあるで付き合っとったよ。すごい便利でしょ。便利かもしれんけど、うん、ああいうことがあるんだ。さ、これでも一緒やけ結局。でもあんなグワーってはならんじゃないですか絶対。グワーはちょっと膠着しすぎて、明らかにだって回ってなかったじゃないですか。使い方がなってないとか前言われたけどさ、工具の、うん、株いじりよった時、うん、いや師匠見とるけんな。しょうがないっすよね。師匠がこれじゃない、やばいっすよ。うまくいった時は結構いい感じで言ってくるっすけど。師匠もミスをして師匠になったよ。あんま見せるもんじゃないっすよね、弟子には絶対。なぜ師匠は、うん、師匠か。こっちドリルでいかないですか、ガーって、うん、さっき途中まで行ったの。こっちも、うん、だけど途中までビッてさせるけど、そのままタップが切れるじゃん。ちょっとネジ切っとったスタートがね、うんうん、便利ってことっすよ。そうそうそう、だけどいつもあれやっとったんだけど、最後噛み込んだ時に、ね、ちょっとドリル回したっけ、折れちまった。結構回したっすよ、うん、外れんけど外す勢いな。ね、あと油差しがやった方がいいの本当は。やれやれ。本当はね、その本当は本当はって言ったらダメじゃん、やっぱり、やっぱり本当は本当はじゃない、ちゃんとやない。多いよね、結構。本当はダメなんだけどね、シリーズ。まあ、多いかもしれない。暑い。あと無事に終わったからしょ。終わったんすか、これ何のために開けよったんすか。急に開けられてさ、目の前で。昨日の動画のやつよ。ああ、位置をずらしてみようっていう。そうそうそう、位置ずらしのやつをちょっと、もうなんか、高井君が来る前にやっとくっていう、ちょっと。